ルズよりお送りいたします。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。空中戦。エジウトン。味方が前線でボールを要求しています。マルクス。ロベウト・カウロス。出た。エジウト。果敢にスライディング。これはピンチ。ほう、誰もいない。前半15分。リサーブ。これはちょっと危険なプレーでした。ロクジニア、さあどちらがボールを支配するのか。エジウト、頭でつないで、さあここからどう攻める。味方が攻めしてますよ。もう一度見てみましょう。ピサーロ、彼は本当に視野が広い。スペースを埋めないと。ロベウト・カウロス、リバルド、これはちょっと危険なプレーでした。バルドス、オフサイドはない。シュート、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。カシュー、中へ上げる。ロベウト・カウロス、折り返した。前半戦終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。ポーツ、カシュー、シュート、これはゴールキック。
ールを囲んでいきます。ルイボン、トーレス、サラス、ワンツー。後半15分経過。テジョ、これはコーナーキック。さあチャンス到来。さあここからどう攻める。マルクス、コーナーです。リザローウェル、キーパーファンブル。コーナーキックです。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。おっと、足がかかった。コントレーです。イエロー覚悟のプレーでしょうか。おっと、選手の交代が行われる模様です。エメウソン、エジウトン、確実に点を重ねます。後半35分をすでに過ぎました。ミスでしょう。さあどちらがボールを支配するのか。ルイボン、おっと反応できませんでした。さあここからどう攻める。中に絞ってきた。流れを、さあここからどう攻める。バンペイン、サラス、取り損ねた。コーナーキックになります。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。粘り勝ちです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。